日々の積み重ねが大事なんだってお父さんが言ってたよ。頑張ってね、ニーニー。おーい、今日はやけに気合が入ってたな。いつも通りね。まあいいか。さ、教室に戻ろうぜ。それで私のフォームなんですが。うん、綺麗で問題ないわよ。本当ですか？ええ、私よりも綺麗だと思う。え、それはさすがに。本当よ。でも私は塚原先輩のフォームを見習って。じゃあ、七咲が私を超えたってことでいいんじゃないかしら。そんな。では、私はこれで。え、またね。失礼します。七咲に？あ、ちょっと。you
どうしたの、はるか。ううん、なんでもないの。もしかしてお水ですか。僕、取ってきましょうか。ううん、違うって、平気よ。そう、ならいいんだけど。の積み重ねが大事なんだってお父さんが言ってたよ。頑張ってね、ニーニよ。確か今日ってお前の誕生日だったと思うんだが。誰かに祝ってもらえそうなのか？とかなんとか言っちゃってるが、自信ありって顔してるぜ。かー、羨ましいな、おい。こりゃ俺からのプレゼントは必要なさそうだな。彼女のプレゼントがあれば十分だろう。まったく、隅に置けねえな、この子ど。なあ、プレゼントを届けに来るならこの時間だと思っていたんだけど。よっしゃ、それじゃあ俺から大胆にも誕生日プレゼントを贈ろうじゃないか。何が飲みたい？言ってみろ。水道水ならなんとおかわりし放題だ。さあ行こうぜ。やっと気づいたみたいだな。
最初から綾辻さんは一人だよ。残念だけど、そういうことだろうか。外野は抜かして1対15か。こりゃしんどいな。あ、頑張れよ。何ぼーっとしてんのよ。そっちつまんない。それとも私がいなかったら綾辻さん一人にも勝てないとか。じゃあこれでいいわよね。綾辻さんもいいよね。そうね、自己 PR 次第かな。言うじゃない。私にだって選ぶ権利はあるでしょ。オッケー。跳ね返ったボールもいただき。どう？補欠合格でどうかな。それで十分。どうせ試合が終わる頃には正選手だし。それと、ん？こら、外野の田中恵子。はい。私がこっちに来たんだから、やる気出しなさいよ、やる気。うん。綾辻さんの目に留まる働きがなかったら、後でスカートめくるからね。これで3人よ。十分すぎるくらいね。それじゃあ始めましょっか。そうね。さすが田中さんね。まだまだこれからよ。でも油断は禁物よ。油断するほど退屈してないわよ。退屈させてあげましょうか。冗談でしょ。あ、ごめん、当たっちゃった。ううん、大丈夫。あと3人、ここで負けたらカッコ悪いわよ。そうね、やれるだけはやってみるわ。ありがとう、花町さん。私は楽しければ何でもいいのよ。そっか。残りは一人。タイムを測ってたら学校新記録間違いなしだったぜ。歩くときは周りをよく見た方がいいわよ。
それじゃあ行くわよ。せい。さっきはありがとう。それで私に何か？そう。さっきの体育のチーム分けのこと気にしてくれてるんだ。友達？何言ってるの？もともと私に友達なんていないわよ。今と一緒で昔からずっと一人だし。あ、もしかして周りにいた人たちのことを言ってるの？あんなのお互いに便利だからくっついていただけでしょ。友達とは言えないわ。言い方が良くないなら共存関係に訂正。言いたいことは分かってる。でもね、私はあなたじゃないの。これで察してもらえるかな。うん、仕方ないな。まとめます。あなたと私の価値観は違うの。だからあなたの価値観を私に押し付けないで。気にかけてくれてることは純粋に嬉しいと思ってるけどね。それじゃあ私着替えるから。待ちません。